たいところ。打つか、打った、あ今ブロックショット、はい、鈴木ロイ選手ですね。鈴木ロイ選手が小原さんとチャンス、2回叩きましたが、はい、アイスバックスかなりアグレッシブにプレッシャーかけてますね。そうですね、はい、さあ早田誠也がまずゴール裏から組み立てようとしました。ちょっとこれはパックの中、おっと、ナイスセーブ、転がると曲がりますよね。そうですか、カーブしてきた、カーブするように氷の上をコロコロコロっていくので、はいはいはい、たまにそれであのゴールキーパーが反応できない。おっと、これは空いた、あワンゴール、見事に決めました。鈴木健選手ですね。バックドアガラ空きでした、はい、おそらく誰かに当たって鈴木選手の足元に跳ね返ってきたと思うんですけども、はい、しっかり、さあグリッツとしては逆にここどうすればいいですか。そうですね、やっぱり点数が、おこれゴール前動いた後なんで、前でお互いのチーム進めて、あーおーあっと危ない、これはあーとブレイクアウェイ、ブレイクアウェイ65番の箕島選手、箕島が決めた、うまいっすね。ディフェンスの選手ですかこれ。見事なスティックさばき、グリッツが追いつきました、1対1。これはディフェンスの選手ですよ。ショートハンデッドゴール、形を作ってシュートでリズムを作っていきたいです、はい、わ相手の選手切り裂いていきますね。大きい裂いていったバックハンドでシュートを打ちますが、ここは逃せる、おっとおっと、ちょっと21番杉本、77番シューブ、打った、おっと、杉本がリバウンド叩きましたが、はい、ケント兄弟もだいぶコンビ長くなりました。いやもう、おっと、惜しい、バックハンドで打っていきましたが、オウムクのいいシュート、さあ手を入れたバックハンドでいいパスを出しました。ここはシュートまで行った、さあ今度逆襲だ、グリッツが逆襲、おっと2対1、ティブシューブ当てた、ナイスセーブ、ティム・シューズが、バックスのパワープレーになってます、はい、おっとさあ今度はまたもや1対1、これは福藤見事、はい、リングで入ってます、はい、さあゴール分かり、ゴール分けで呼んでますね。ここチャンスですよ、いい形、ワンタイマー打ってきましたが、はい、セットも新しく変わったので、お、行くか寺尾選手、寺尾より行った、あーお自ら行った、あーっと、さあゴライが持ち込む、もう一度トライ、ここで5対5ですね。さあじわじわとホイボしていく、バックアタッチ、寺尾ゆりなんてすごいですね、見事、わあすごいな右のフェイスをスポット付近から、はい、今度はおっと前空いてる、打った、鈴木選手いいスクリーン入ってました、入ってました、これは打つか、空いてる、ああ惜しい、それでもこうレッグパッドとかすごい重いです、うん、わーっといいシュート、いいシュートですが、これは小野光平取りました、はい、グラブセーブしてます、相馬選手ですね、レシーブうまいですね、フランス選手、おーチャンス、惜しい、ゴール正面合わせきれない、まだチャンス、わあうまいですね、うわあ惜しい、正面から打った、まだある、まだある、もうワンチャンス、さすき、あー鈴木優太がバックスとしては中へ中へ入れてきますね、まずは行く、おチャンス、また取り返した、清水選手今日取りますね相手、おチャンス、わあ惜しい、素晴らしいですよね、こう自分が苦しくなる前に、おチャンス、チャンス、今のはブルーラインのところギリギリでしたが、はい、今のもチャンスでしたね、いやだと思って、ああちょっとこれはいい、そうです、いい形でカットしました、あチャンス抜けてる、おこれはわあ早い、うわあいった、古橋選手ナイスゴールですね、見事に決めました、はい、いやもうスケートが速かったですね、もうレシーブした時点で相手ディフェンス抜けてましたね、ポンとぶつかってきましたけど、はい、耐えました、おナイスパス、チャンス、さあ佐藤、おいいパスだ、見事、ナイスゴール、鈴木健選手、いやこれはお膳立ての佐藤選手のパスも見事でした、素晴らしかったですね、いや素晴らしい、コースが本当に素晴らしかった、さあもう一度シュートから松口に出すのか、松口いった、ワンタイマーではなく狙っていったポストですね、はい、池田選手ニアのポストで、さあ残り4秒3秒、はい、佐賀選手もお送りしませんね、試合終了4対1、